ということで桜井誠でございます。ありがとうございます。大勢の皆さんが来ておりますけれども、ぜひねスタッフとしてね皆さんも参加をいただければと思います。我々がねこうやって街頭でやってると必ず引っかかってくる連中がいる。それはどうぞお好きにと言ってるんです。その代わり気合い入れてかかってこいやって話なんですよ。今いろんなね候補者たちがおります。中にはね桜井の政策と全く同じ外国人生活保護の即時廃止を訴えている候補者もおります。しかしねその連中がどうやって朝鮮人と戦うんだよ。桜井誠20年にわたって戦ってまいりました。20年にわたって朝鮮人と戦っております。外国人が日本の権益を犯すのであれば我々は絶対に戦う。当たり前のことなんですよ。でもねこんなことを堂々とあなたたちに訴えかける候補者がいますか。いないんですよ。選挙の時だけです。かけてもいい。であるならね一体誰の政策が一番正しいのか。桜井は何度も申し上げます。公にしているのは外国人の生活保護の廃止、この一点のみです。もちろんこんなことをやればこのねテロリストもそうですけれども、このテロリストもそうですけれども、朝鮮人、最近はクルド人ですか、この連中が大暴れをします。その時に先陣切って戦える人間、桜井誠以外に他にいるんだったら出てこいや。だから言ってるんです。外国人に対して厳しくね政策が取れるのは桜井以外に絶対にありえない。20年にわたって君たちにずっと同じことを訴え続けております。いろんなことを言うやつがいるけれども、20年同じことを訴え続けるような人間はいないんです。桜井誠、日本人としての気概を最後まで持ち続けます。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。